皆さんこんにちは、チョコバナです。今日はですね、じゃじゃーん、はい、というわけで、やばくない、これ髪の毛をイメチェンしました。びっくりしたっしょ。金髪ボブからの黒髪ロングはさ、もう真反対じゃん。だからすごいちょっと自分でもやろうかすごい迷ったので、ちょっとなんかエクステつけて長くしたりしたんですけど、ちょっと黒髪の方がモテるって聞いたし、なんか髪長い方が可愛いかなと思ってやってみたんですけど、それと合わせてちょっと純欲メイクっぽい感じのツヤ肌メイクもしてみたので紹介していきたいと思います。で、髪の毛の色的にはちょっとブラウンっぽい感じの黒髪にしてもらったんだけど、めっちゃサラサラじゃん。どうでしょうか、似合う？ちょっと似合うかわかんないんだけど、実はこれウィッグです。本当はハロウィンにちょっとなんかやろうと思ってたんだけど、ちょっとハロウィン激体調崩しててできなかったから、ちょっと遅れたハロウィンということでイメチェンした感じにしてみた。どうですか、似合わなくね？もう似合わないやんか黒髪と思って。ただ結構さ、馴染んでる気はするので、ちょっとこれ使ってメイクもしてみたので、ぜひ見てみてください。それではどうぞ。はい、というわけでメイクやっていきたいと思います。私が想像してる純欲っぽい感じというか、なのでなるべく近づけるように頑張りたいと思います。まずベースですね。ベースはちょっとツヤ肌っぽい感じが私の純欲メイクのそのイメージなんだけど、もともとの肌をツヤ肌にするよりかはちょっと後からラメとかを足した方がいいかなって感じがするので、後でハイライトとかでツヤを足したいなと思いますので、まずはいつも通りベースメイクしていきたいと思います。下地はこちらのエチセの下地使ってきます。これは結構マットめに仕上がるような下地なんですけど、これを軽く塗ります。顔の中心部分メインで塗る感じですね。でちょっとピンクっぽい感じの下地なので血色感も出してくれます。ディオールのコンシーラーを使っていきます。これはくすみとか最近クマがひどいのでクマを消します。こんな感じで涙袋を避けて塗った後、鼻周りの赤みだったりとか口の横のくすみだったりとか、あと鼻の赤みを消したいのでこんな感じでのせます。そしたらブラシで伸ばします。鼻の脇の赤みだったりとかは赤みが消えるだけで小鼻がねちょっと小さく見える気がするのでしっかり塗ります。で口の周りやこの唇の輪郭とかも一緒に塗っちゃいます。では大体伸ばしたらクリオのキルカバーファンデーションを使ってファンデ塗っていきます。ちょっと白っぽくしたいから多めに塗る。ちょっと白いファンデ探したんですけどなかった。ファンデはずっとこれなので昔使ってたやつとかがもうないんだよね。このファンデーションはもともとセミマットな感じに仕上げてくれるのでカバー力も結構あるし、コンシーラーがねなくてもくすみとか隠してくれたりするので、でよれる肩もね全然汚い感じによれないのでずっと使ってます。はい、こんな感じ。お肌はセミマットな感じです。眉毛を少しピンクで描きます。これ超久しぶりに出してきたビセのねカラーリングアイブロウパウダーで、これねもう多分廃盤になっちゃってるんですけど、このピンクのところを使います。こうブラシに取って眉毛に沿ってこうやって描いていきます。純欲メイク多分ね結構自然めなんだよね眉毛は。なのでまずピンクで肩を描いて、眉毛描くの苦手だからウィッグの前髪で隠れるので、まあ、こんな感じで描いたら上から眉マスカラを塗ります。これね明るいんだけど暗いのがないんだよね、ずっと明るいから髪の毛が。ケイトのアイブロウカラーの BR、2番の明るい色なんですけど、これでちょっとピンク眉毛と自分の眉毛をフュージョンさせていきます。こんな感じ。ドンキに売ってる AZTK っていうコスメの、シェーディングパレットなんですけど、これ500円だったかな多分。で最近こうやってくるくるっと取ってノーズシャドウ描いてるんですけど、ノーズシャドウも結構がっつりめに入れちゃいます。こちら MAC のパウダーとクリームが結構ねいい感じに配合されてるやつらしいんですけど、クリームパウダーみたいな感じ、これをいつも使ってるんですけど、光に当たるとめちゃめちゃ発色がいいので、これを結構いつもよりがっつりめに入れます。おでこにも入れて、このほっぺの高い位置に結構いっぱい入れときたいところ、ここが結構ツヤっとしてる肌が
特徴的な気がするから、こんな感じで。で、眉毛の下と唇の上と顎、ツヤをねもう少し入れたいんですけど、後で足します。ニキサキノちゃんのプロデュースしたバビーメロとのコラボのエンチャントっていうパレットですね。まずはピンクを指にとってまぶたにのせます。結構これ自体がラメラメなんで、でもうちょいピンク見出したいな。とこの赤入れようかな。ここの赤を少し指にとって重ねていきます。ピンクメイクめっちゃ久しぶりにする。うわめっちゃ可愛くなってる。ちょっともうちょいアップにするか。ピンクっぽいまぶたになったかなと思います。涙袋にも今と同じ赤色のせちゃおうと思います。チップで取って涙袋に入れます。このカラーは割とシマな感じってか、マットに近い感じなので、ちょっと乗せて、伸ばして、はい、こんな感じ。このピンクラメを涙袋に足しちゃいます。ちょっとレンガっぽい感じのカラーをブラシに取って、地雷線みたいなのを描いていきます。垂れ目っぽくしたいから、このまま伸ばす。で、涙袋の線も描きたいんですけど、シェーディングのピンクっぽい感じの色を取って涙袋の線描きます。上まつげ上げます。メイベリンのスカイハイマスカラを上まつげに塗ります。これね結構賛否両論あるんですけど、私は結構好きで、塗り方がちょっと難しいんですよね。ちょっとダマになりやすかったりするので、こうギザギザに塗るとダマになるので、こうやって撫でるだけで塗ってあげるとダマになりにくい気がします。下まつげもマスカラちょっと塗っときたいと思います。下まつげはこのズーシーのラメのマスカラ、こんな感じでキラキララメのマスカラがあるんですけど、これのマスカラを下まつげに塗りたくります。ラメをつける。これはもう伸びるとかはないんですけど、ラメをつけてくれるマスカラですね。そしたらアイライナー、これはケイトのアイライナー、ちょっとブラウンっぽい感じのやつで目尻にライン引きます。ちょっと長めに引く。そしたらまつげが乾くのを待ってる間にラメ足していきます。ツインクルポップジャーに入ってる感じのピンクのラメです。これを涙袋に足します。これが結構そのジャーに入っててちょっとねプニプニした感じのジェルっぽい感じなので、すごい密着度が高いんですよね。涙袋とこの目尻のところにもラメ入れてあげます。結構キラキラ目に、こんな感じ。こっちが入れてる方で、入れてない方です。まだラメは止まらないということで、こちらのゴールドのマックのラメ、上まぶたの真ん中ら辺にのせたいので、指に、腕にこうやってのせて、指でね、ちょんちょんちょんって取って、真ん中にのせてあげます。リキッドタイプのラメなので、ツヤ感も一緒に出てくれることを願ってる。で、まつげが乾いたので、まつげを上げてあげます。チークはねちょっとウィッグかぶってからやりたいと思います。でちょっとウィッグかぶりたいと思います。シーインで買ったんだけど、ウィッグをあれがなかったのよ、ネットがついてなかったので、髪をまとめます。中高時代を思い出す、このピンの感じ。証明書を取る時とかさ、めちゃめちゃダサい髪型にさせられんかった。この証明書を持って行ってさ、このダサい証明書を持って行って、印象が悪くなったらどうするんというぐらいダサい証明書だったよね。どうしてくれるんだろうか。ウィッグかぶるのほとんど初めてぐらいだからさ、ちょっとうまい被り方ができないかもしれないんだけど、前髪に合わせて後ろを引っ張る。てれーん。まだちょっと1分塗ってないから色味が顔に足りなすぎるんだけど、ちょっと服も着替えてくる一旦。はい、とりあえずこんな感じにして、まずリップ塗ってきます。リップもねちょっとねツヤっと系がいいんだけど、色味がちょっとパッキリしてる色じゃなくてナチュラルな感じの色がいいかなと思ったので、ファンの子がくれたディアダリアのリップがいっぱい入ってるセットがあるの、ミニリップが。これがねちょっといい感じのヌーディーリップたちなので、こんな感じで、なのでここからちょっと選びたいと思います。これにしようかな。はい、このヌーディーっぽいやつを塗ってみます。
これだとまだ色味がね顔に足りないのでチーク塗ります。チークが結構濃いめに入れたいところだよね。ニスフリーのマイパレットマイブラッシャー09番っていう、結構これね発色いいので本当に少しずついきたいところ。でちょっとお鼻にもつけたい。ちょっとさっき言ってたツヤを最後に足したいってことだったので、まずはリップにツヤ足します。不老不死の38度のリップ、まずは唇にツヤ出します。お顔にもちょっとツヤ出したいので、シャネルのボームエサンシエルペルルセントのハイライトをもうがっつり鼻先と鼻のこの付け根に入れて、頬骨の位置にも入れます。あんまりこうギュルギュルこのやっちゃうと化粧が取れちゃうので、タッチしてつけてくる。薬品の上か顎にも。もうちょい前髪短い方がいい。前髪もうちょい薄い方が良かったな。なんか キラッとしてると思ったら自分の地毛だった。はい、というわけで完成しました。やばくない？ちょっと Y じゃないじゃくない？メイクはねこんな感じ、もうツヤツヤにしたピンクのアイシャドウを使ってちょっとヌーディーな感じの色味のメイクにしました。じゃらん、てな感じで完成こんな感じでした。ワイが黒髪にしない理由が分かりましたか？なんか純欲っぽいメイクももともとやりたかったんだけど、金髪に純欲メイクって合わんかなと思ってなかなかできなかったので、ウィッグを使って挑戦してみました。ちょっといつもと違うヌーディーな感じのメイクなのでどうですか？自分的にはちょっとなんか普段の自分とはちょっと別な感じなので、うんって感じなんですけど、まあ当分黒髪はやらないかなっていう感じですね。はい、まあ、メイクとかもいつも使わないコスメを使ったりしたので、よかったらこれいいなと思ったところがありましたら参考にしてくれたら嬉しいなと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。